ひろさん、はい、突然ですが、うんうん、ナノユニバースからお知らせがございます。はい、はい、なんとですね、はい、2021年、はい、ナノユニバース、うん、新卒を募集いたします。あ、新卒、あれ、ナノさんって今まで新卒募集してなかったんですか？なかったです。はい、なので、そうなんだ。ちなみにどこの部署の方を応募してるんですか？今回はですね、うん、関東圏の販売員の方を募集したいと思っております。販売員の方ですね、はい、じゃあお店に直接立っていただいて。そうです、まあ、お洋服ね、好きな方とかね、はい、ぜひちょっと一緒に働きたいなと思っておりますので、はい、うん、ご応募お待ちしておりますそれでは詳しくは説明欄をご覧ください。はい、ご覧ください。お待ちしております。別注は気配り、そうです、はい、これ名言です。マネーイエローって呼んでましたね、ボルドリーニの人は。僕だから妥協したものは基本的にはバイングしませんから。いやー、ティアモさん、こんにちは。ナノユニバースメンズバイヤーの福島です。こっからだよね。こっからかも、ね、うん、だよね。合ってるよね。そうだ、はい、ごめんね。いいよ。ヘイ、広瀬アシスタントの広瀬美香です。あー、イエーイすごい、バンドマンの紹介みたいなのありがとうございます。ヘイ、広瀬です。広瀬です、よろしくお願いします。ヘイ、広瀬、はい、今日のテーマは何？ボルドリンキ。そうでございます、後編でございます。後編、やっと1週間お預けされましたから ね、お預けしちゃいましたので。ただお預けする価値はあるぐらいの別注と、はい、インラインをご用意いたしましたので、ほう、今日はじっくり一個ずつ行ってみましょう。はい、はい、ね、実際ここにね、もう置いてあるのが、はい、先週ティアモさんが、はい、VTR 見ていただき、うん、いろんな過程を見ていただき、はいはいはい、工房も見て、こんな人が作ってくれてますね。ルッカさん、素敵な方でしたね、はい、うん、後半映像のこの映像を見てる我々っていう感じになってるのかな、ね、そうです、抜かれてると思いますよ、そうですね、多分、うん、やっぱヒロさん上手いっすよね。あの、やっぱこのワイプ慣れしてるんだよね。ちょっと教えて、あれどうやってやるの？そのなんか自分の抜かれてますみたいな。あ、やっぱこういう動きはダメなんだ。大きく動かずに目とかで、ここだけで表現する。ここだけで表現する。すごいとか、すごいとか、もう目を見開いて。あ、いや、ちょっと一回やってみません？やってみましょう。あ、いいです、うん、俺が、うん、じゃあヒロさん、なんかリポートしてください。はい、わかりました、はい、ルカさん、なんと身長が280センチあるんだそうですね、ミスタービーンじゃない、ミスタービーンすごい、ディオさん、そんなことまでできるんですね。できます、できます、ね、すごいね。やっぱワイプだけでも食っていけるようにも、うん、食べてくる食べてくる、ワイプだけの代行が来るかもしれない。そうですよね、代行会社ね。だから ワイプ代行、今の驚きです、本当に。すごい、あの歌ヒロみたいな感じでしたもんね。歌ヒロのあのなんかキャラクターあるじゃないですか、知らない、知らない、あれみたいな感じだったよ。あ、そう、うん、でも結構顔の表情は僕豊かなんで、すごい、何でもできると思います。いや、なんか結構あっぱれでした。あ、本当ですか、はい、よかったよかった。工房見たですよ、はい、私もこうなったわけですよ。そうですよね、なりましたよね、イエーってなったわけです、うんうん、あんなにね、細かい作業を手作業でされてるっていうのをね。まずじゃあそれからいきますね。これからいきましょう。更新の別注があるので、ティアモラモーダ、このね、そうです、そのクラッチに関して言いますと、はいはい、まあ、今回ちょっと3色やらせて。あ、3色あるんですね、はい、いただいておりまして、ブラック、まあ、キャメル、そしてこのトープ、トープでございます。トープがまた上品ですよね。この色を私やりたくてですね、うん、どうしてもやりたいと、うん、でもちょっと使えないんだと、本当はこの色。え、なんで？まあ、だからやっぱいろいろあるんですよ、使える革と使えない革と。そうなんですね、あ、まあ、使える革というか、そのやっぱ生産数の少ない革っていうんですかね。そうなんだ。そう、でもこの色にどうしても惚れてしまいまして、はいはい、これをやりたいと。すごく上品ですね、ね、うん、ちょっとやっぱり高温気っぽい、こうベージュとかね、うんうん、こういうのにこう同トーンで持ってもらって、男性が持った時の印象と女性が持った時の印象が全然違う気がします。違うと思います。この色がね、女性にはマッチする。良くないですか？いいでしょ。ちょっとくすんでるというか、はい、ニュアンスなカラーで、でカッティングがすごくここね、おしゃれ、綺麗だったので、うん、僕がこれを細くした理由っていうのはですね、はいはい、こう開けた時に出る、うん、このカーブあるでしょ。
ありますね。この曲線を見せたかったのよ。あ、そうだったんですね。え、なんでだと思ったの？いや、なんか単純に考えて、うん、結構太めだったじゃないですか。太めだった。あと 1ミリ弱ぐらい。いやいや、もうちょい太かったんですよ。もっと太めだった。これね、プラス2、3ミリぐらい太かったのかな。そうなるとここ全部隠れるのよ。この曲線見えなくなっちゃうの。そうですよね。もうちょっとなんかこうモード寄りになるのかなと思いました。いわゆるラグジュアリーブランドとかが出してるようなクラッチに見えちゃったんで、うん、そうなんですよね。ちょっとイタリアのハンドメイドのクラッチだぜ、うんうん、っていうのを表現したかったんで、はい、細かいですね。別注は？別注は気配り。そうです、はい、これ名言ですね。そういうことです。あ、ちょっといいおしゃれなクラッチ持ってんなって思われるのってこういうとこだったりするのよ、うん、確かにね。しかもさ、そのステッチの色もいいですよね。あ、この色ね。そう、ちょっとね、うん、同系色にはしてるんですけど、うん、少しコントラスト出るようなステッチに、すごくいいです、はい、してもらってますと。すごく軽く持てるクラッチなので、ね、ぜひ持っていただきたい。で、またもう一個ね、クラッチが。あ、もう行っちゃいますか、それじゃあ、はいはい、もうこれ私すごい気になります。はい、じゃあこのこちらですよね。黒もございます。あ、もうその3色なんですね。ティアモさんの。もう黒売れちゃいましたね。ただいまもう、はい、お電話でいただいております。もう黒が完売しております。すいません、早めのね、お電話。え、何？また？いや、本当に今もう黒売れちゃってるんです。本当？え、すごいですね。そうです、今もう本当、まあ、なかったです、もう本当に。早い。はい、そうなんです。私も実際黒買いました。ティアモさんっぽいですね、はい、で、ちょっとその色もいいかなと思ってて、うんうん、でも、ついてた金具が華奢だったからね。華奢でしたね、うんうん、それをちょっと別のバッグについてたでかいバックルを持ってきて、はい、うん、ちょっとこういう少しもっとクラシックなね、うん、金具を使いたいと、うんうん、はい、で、このワンタッチで外れる金具なんで、かわいいですね。これをぜひやりたいと。エレガント、本当に。やっぱボルダリーニさんって気品がありますよね。そうなんですよね、うん、なんかレザーとカッティングのコンビネーションが非常にマッチしてるブランドだなと思ってまして、うんうん、あ、そうで、厚みね、横から見た時 0.5mm。 これ 0.5mm 0.5mm。 わー、何何、いや、違う違う、なんかキラーワードだなと思ってそんなことないですよ。そう、そう、うん、0.5mm だけ厚みを出したんですけど、うん、やっぱね、これ自分で使ってみて思ったのが、はい、0.5 あることによるメリットがすごかったっす。財布の厚みが出ちゃった時あるじゃん、たまに。出ますね、うん、レシート突っ込んじゃったりとか、はいはいはい、小銭パンパンになる時とか、ありますね、うん、そう、その財布の厚みに対応できるわけですよ。あ、なるほどね。この 0.5 ミリって。なるほどね、はい、その気配り。そう、気配り上手ですね。だな、別注は気配り。はい、ありがとうございます。はい、こういうスタンプ作ろうね。これ作りたいですね、はい、作りたいね、うん、で、あと裏ですね、この。そう、ちょっとの気配り。これも気配り。これも気配りです ね、いいよね、うん、そう、だからここに、まあ、携帯だったりとか、うん、もう本当定期定期入れ、うんうん、そのままこうやってカードとか、そうそうそう、通っちゃう。そう、ビッてね、ちょっとね、お尻みたいなこうカッティングにしてもらったんですけどね、いや、本当にこれはそうなの。カットしてますけど、綺麗な。どこまで本当かちょっと分かんなくなってきたんですけど男だけでそういう商談してるとそういうのになってくるんですよ。なるほど。でもこれあるのとないのと全然違うのよ。違いますよね。これ結構使えますよ、うん、深いし結構、うん、意外とね、ここに携帯入れてても落ちないし。あ、確かにね。そうでよ、まあ継続的に、はい、そのバッグね、はい、これはやってるんですけど、はい、これも黒とこのトープあります、うんうん、で、これ新型です。これ可愛いですね。はい、この縦型のトート。あ、またこれも同じカラーバリエーションですね、はいはい、基本黒、トープ、うん、このブラウンの3色をかわいいベースに。あ、やっぱ、はい、もうなんかいいですね。本当にハマってますね。ハマってる、ハマってる。はい、いいです、いいです。いいいいいい、すごく。でもこの縦型のこういう本当シンプルなやつで、うんうん、あのね、本当はね、ショルダーついてたんです、こういう。あ、僕ツーウェイで僕取っちゃいました、うん、それをあえてこう使ってほしいの、やっぱ。そうだね、ちょっと粋な男な、うんうん、男のバッグみたいな感じで、すごくこれをね、いい、なんかこうしてこうしてほしくないのね。確かに ね、うん、それは分かる気持ちでしょ、うん、だからもうこれは手持ちでがっつり持ってくれという意味を込めてショルダーを外したという、まあそういう細かいところもあるんですけど、まあ基本はインラインに合った形を踏襲してますという、はい、うん、これね、僕も実際パソコンとか入れてみたんですけど、はい、全然入るし、
全然余裕で入りますよね。待ち結構あるんで、ね、はい、意外とね縦型のトートって疲れないんですよ。確かに持ち手の短い縦型トートは疲れない名言、はい、ハッシュタグ、はい、ティアモラモーダ。なんか今回はどれも主力ですね。そう主力な商品ですね。はい、で、まあこれちょっと大きすぎるかなとか、縦型がちょっとその持ったことないんでっていう人には、はい、うん、てれこちらのベーシック、あ、こちら、あれ、これは紹介してました。どこで初めてです。今回これも新型でございます。ですよね、はい、いわゆるこのベーシックな、これかわいいです ね持ち手が長いんですけど、しっかりこれ OL さんとかでも可愛くないですか。あ、もう女性の仕事用のバッグとしてもいいと思いますし、ね、もういいし普通にカジュアルにね、はい、これねだから肩掛けできるのはこっちとこっちができるんですけど、そうね、はい、こっちはマチもあります。すごくいい、はい、しかも中赤だしね。これはねそうなんです、こっちもそうですし、ね、中がねこうやってね、上品さはぜひ触って、そう、ね、あの物を見てほしいですね。このクオリティのこの革はね、はい、なんていうんだろうなんでこのなんかエレガントさが漂ってるんだろう。まあその革の選び方っていうところを一つとっても、うん、やっぱりその試し方なのかな。そう、あの昔からある工房で、うんうん、職人が代々受け継ぐその技法だったりとか伝統をずっと、はい、あの継承していってる工房だったりするので、もともとバグ作ってたっていう工場だと、うん、やっぱりそういうアイテムの選び方とか、うんうん、その使う金具もそうなんですけど、うんうん、やっぱりまずしっかりした革を選ばないと製品に対するねその強度があったりとか、ね、そう丈夫でエレガント、そう丈夫でエレガントでもやっぱラグジュアリーさは残してますよ、うんうん、そうですね、っていうバッグ作りができるので、やっぱり実際物をいろいろ見てるとね、あ、本当にいい革をいい製法で作ってるなっていうのがやっぱ分かるので、はい、やっぱり今年はね、うん、あのこのバッグの主力もそうなんですけど、うん、ぜひその小物ですね。小物かわいいですね、はい、まずはちょっとそのボルドリーニを試してみてという方はですね、ね、かわいいですね、はい、これこの小物をねお誕生日とかのプレゼントギフトにもいいですよね。あ、いいと思いますよ。価格帯もね、うん、含めてね。で結局黄色にしました。黄色かわいいですね、はい、マスタード、はい、差し色を、私この色すごい好き。あ、いいね、うん、からし色、からし色、マスタードとも、うん、なんかやっぱこう黄色の中でも落ち着いてるじゃないですか。あ、そうなんです。それも年齢問わず持てるし、なんかこういいですね。パキッとした黄色ではなく、うん、ちょっと上品な、うん、落ち着いた黄色だったので、そうですね、お金が貯まる色。あ、黄色ね、黄色、うん、かわいい。マネーイエローって呼んでましたね、ボルドリーの人は。へー、ティアモさん、あの、なんか使ってらっしゃるものあります？小物で。あ、僕そのマルチ、あ、あれね、はい、これ私もいいなと思いました。この形ね、カードいっぱい入る、小銭入る、うんうんうん、っていうのは一個持ってる。男性はこれいいかもね。それすごくいい、ね、かさばんないし、かさばらない、カードでもね。それ俺ここに入れて使ってた。あ、ボルドリーニ、インボルドリーニ。そう、あ、いいですね、いいですね。で携帯こっちに入れて、はい、みたいな感じで使ってたんで、これは使ってました。いいですね、はい、パスケースとかも ね、あと名刺入れとかもそうですし、うんうんうん、まあ、財布ちっちゃくなってきてるんで、こういうね財布が外にちっちゃくなってます本当に、うんうん、これはだから長財布じゃなくてっていう人向けなんで、うん、本当に男女ともに使えますね。これねデザインがシンプルであるがゆえに、なんか究極の美って感じしますよね。確かに行き着いたとこまで行ったぜ、ついにボルドリーニ、まあ、新ラインナップとともに、まあ、継続しているものもそうですし、まあ、この辺はだから別注なんで次のシーズンとか多分できないと思うんで、可愛いですね、ね、ぜひちょっとこのシーズンのタイミングにお求めいただきたいなと思います、はい、この革で思ったっしょって思いました。びっくりしました、うん、全部見た。全部見ました。あ、全部見た、うん、小物とかもびっくりした。小物びっくりしない？うん、ね、結構びっくり。やばいよね、うん、私が思ってたよりも半分ぐらいだった。やっぱいい、うん、それだけのクオリティはやっぱあるよね、ある見え方的にね、うん、
いいね、これちょっとリアルな声だと思うんです。リアルです。さっき本当ちょっとびっくりしました。本当のテレビショッピングっぽくなっちゃったよね今ね今ね、はい、でも本当リアルなのよ。大丈夫、そうだよね。リアルだから言わせていただくと、なんか安いから悪いとかそういうことじゃないよってことです。ではないですね、はい、あそこまでちゃんと工房の様子とかをね。そうなんです、僕だから妥協したものは基本的にはバイングしませんから。おこの時間帯のそれは聞く ねそうでしょ、聞く、うんうん、今のびっくりした時、ね、値段聞いてびっくりした時の、うん、値段聞いた時のリアクなんで、はい、エイリアンね。そうそうそうやっぱさ、この丸みがね。そうなんですよ、あ、分かってきたな。そうなのよ、これ結構ね、あのちゃんと縫わないとやっぱ手縫いだからこそできる丸みなのかも。あ、うん、ちょっとやっぱ最近勉強してんだよな、その縦からねこう見た時にこういうカービング。そうね、これをさ、ね、そう、こういうのを維持できるってやっぱなかなか難しいんだよね。確かに、うん、そうだからすごく計算されたバッグなんですっていう意味でのセレクションしてますから、うん、いや本当です、はい、とってもいいセレクションだったと思います。全、はい、ラインナップございますので見ていただければと思います、はい、そうですね。ティアモラモード、はい、はい、ちょっともう一個あの急遽、はい、見てもらいたい VTR がまだあるんですか。ありますので、そちらをピッティ会場のボルドリーニブースですね。あ、なるほどね、はい、さっきは工房だったからね、はい、工房だったんだ、うん、ボルドリーニセレディアピッティ会場ブースどうぞ。お、はい、お、見てこれ、ワイン、おしゃれ、面白いね、こういうのも作ってるのよ、ね、素敵ですね。そう、おしゃれって、パーティーとか行く時とかに、うんうん、そのワインが有名な、うん、地域に工場が、ね、あるじゃないですか。キャンティー、ね、トスカーナ、キャンティーだってね、そうだよね、はい、だからこういうの作るってこのシャレだね。こういうのもあったの。シャレもね。おしゃれだね。これで持ってくの。いいね、でそのままあげちゃうんでしょうか、ね。あ、いいねいいよ。素敵。いいですね。ワイン入れを作ってるっていうちょっと粋なものをですね、ビッティブースで紹介していただいたんですけれども、うん、これ欲しいなって思って。欲しい。お願いしたんです、はい、ルカさんにお願いしたんです、はい、でちょっとヒロさんにこれぜひあげようかな、本当にとかって言ってたら、うん、ボルドリーニのこのルカさんがですね、はい、なんと、はい、悩んで、はい、ちょっとヒロさん、ルカさんに電話してちょっと交渉してもらっていいですか。自分で交渉するんだ。それ確かにな。いや嬉しい。いやだからその、いやまだあげるって言ってない。試練だよね、はい、ルカが OK したらなんですから。で自分で交渉してくれと。自分で交渉してください、ルカさん。なんだそれ。はい、じゃあかけてください。ルカ、ご用ご用。はい、あ、もしもし、ルカさんですか。あ、そう、うん、そう、うん、あの動画見させていただきました。うん、誰、うん、あの、ティアモラモーダのアシスタント MC をやらせてもらってます、広瀬と申します。おお、あの、広瀬知ってるよ。本当ですか。あの、レスラーの方ですよね。レスラーの方ですよね。うん、知ってる人。すいません、それ長州力さんです。あ、そう。引き笑い。あ、ごめんごめんごめん、そうだったか。すいません、あの、うん、ちょっと動画拝見しまして、何、拝見しまして、はいはい、なんか私に、ワインのね、カバンをね、プレゼントしてくださるってことだったんですけど、本当にいいんですか、いただいちゃって。あれはね、でも、やだ、ティアモラにあげたんだよね、でも本当は。でも欲しい、なんか、ティアモさんにあげたんだ。え、でも、ね、ちょっと欲しいです、私、ね、私ワインも飲むので、うん、そうか、はい、じゃあいいよ、あげるね、バイバイ。
よかったです、ヒロさん見事やったちょっと交渉はよくわからない感じで終わりましたけど、見事ゲットしました、嬉しい。ということでボルドリーニさんからいただきましたですね、まああれですね、映ってるもの、うん、さらにあのグレードの高いいいものをもらっちゃいました。なんてめっちゃかわいい、てれーん、かわいい、本当にいいんですか。はい、こんな素敵な、これ本当にあのボルドリーニさんのこれね、実はあそこになかったんです、ピッティの縦長だってさっき映像に映ってなかったですよね、なくて、うん、これ実は工房でね見つけたんですよ。これも、はい、あのおしゃれなことに、はい、ワイン入れられるようになってるです、あの2本入れられるようになってるんですよ。でこっちにワイン入れて、うん、こっちに携帯とか、あ、まあ、2本持って行ってもいいんだけど、そうだ、ね、友達ん家に1本しか持ってかねえよっていう時は、うん、なるほどね、これバッグ代わりにしてもらって、めっちゃかわいい、縦長ってあんまり見ないですね。これねすごい、え、本当にいいんですか、嬉しい、満場一致で、いやもう頑張ったからな、え、何を、ありがとうございます、かわいい、あ、似合いますね、なあなあ、やっぱ似合いますね、かわいい、これトレンチとか着てこれね持っても絶対かわいいし、いやいいと思いますよ。ヒロさんワイン飲むじゃない、ワイン飲む、はい、嬉しい、おしゃれに持っていきたい。これでは普通のバッグとしても使えるよっていうところからの提案だったんですけど、かわいい、中に仕切りあるから、ありがとうございます、ぜひこれかわいいんで使っていただければ、もう大切に使わせていただきます、ルカさん、ボルドリーニの皆様、はい、ありがとうございます、いやーよかったですよ、嬉しい、いや本当にかわいいです。じゃあ平さん最後に、はい、これをあげますって言った時のワイプでの顔をちょっとやってもらっていいですか。わ、すごいいいワインバッグですね。これじゃあもうヒロさんにプレゼントしちゃいましょうか。これ。本当に。じゃあ皆さんまた来週。チャオ。チャオ。初めて。結構イタリアのブランド好きな方ってね、必ず1回はちょっと通ってるんじゃないかなと。あら。お豆ティッシュです。こじつけましたね、またね。私誰？モテました？ちなみに。あ、結構。